さんこんにちは、イスタクタの大谷です。今日はどうですか。今日はちょっと曇り空なんですけれども、これ一石でしょ、ルイ・ヴィトン、神戸元町のルイ・ヴィトンの前にありますというかですね、この延長上にですね、私が、レギュラーでレッスンを持っているゴールドジムがあるからなんですけれども、この辺は神戸ならではね、ちょっと偉人的な要素もある町なんですね。まあ、神戸の方はですね、みんな知ってるわけなんですけども、いやいやいや、皆さんいかがお過ごしですか。なんだか梅雨に入ったかのような、ジメジメ感がありますが、雨であろうが何であろうが心はいつも晴れ晴れって感じなんですよね。ちょっと街の雰囲気を映し出しております。さあ皆さん、プラシボ効果って聞いたことありますか。プラセボ、ね、効果、ね、これはですね、医学的な方面から言われるようになった言葉なんですけれども、例えばですね、同じ、ような症状の病気の人がいると、でも、片方の方はすごくどんどん良くなっていって、もう一人の方は良くならない。でその違いは一体何だろう。同じように、サポートしているのに、でそれはですね、本人が絶対に良くなるとかね、思う気持ちがあるのと、どうせダメだよなんて思っているのとの違いで、体の方も、症状が良くなる良くならないというふうに出てきているらしいんですよね。それをね、よくスポーツ選手なんかでも生かすんですよ。試合前に絶対自分はいけるね、もちろんね、緊張したりとかしますよ、でも絶対自分はいけるみたいな感じ、または、ワクワク楽しくですね、心がワクワクしていると、笑顔でいると、ね、若々しくも見えますが、笑顔でいるとハッピーなことがいっぱい訪れるんですね。脳から体にとってもいい、指令ホルモンが流れています。なんてね、なんか歩きながらですね、わけのわからないことを言いながらも、今日はちょっと思わずルイ・ヴィトンの、ディスプレイが素敵だったので、皆さんに見ていただきたいと思いながら、この街の雰囲気を出しつつ、わけのわからないお話ばっかりしてしまいました。まあ、とにかくですね、笑うといいですよ。笑いたくなるような、気持ちになれるような動画を発信したいななんて思っております。あ、信号です。そしてどこでもですね、皆さん例えばですね、こうやって足をぐるぐるする感じもいいですね。信号待ってる時だかって感じです。皆さん今日も元気でいきましょう。ありがとうございました。イスタクタの大谷でした。